右側に白チーム、左側赤チームという第1セットです。サーブは高橋蘭から。ネットイン。長いところに清水です。古賀さんがおっしゃってた通り、早速、アウトサイドヒッターの一人の福澤のところを狙っていきました。そうですね、おそらくそこがターゲットになってくるでしょうから、はい、リベロがどれだけボールを取りに行けるかっていうのをちょっと見てみたいですね、はい、奥狙いましたがちょっと大きくなります。間違いなくサーブは、ね、リベロを外しながら打ってくると思うので、はい、まあ、その中でどのような声をかけができるかだよね。そうですね、うん、そのボールを触るときだけではなくて、やっぱりバレーボーリベロどうしてもボールを触る回数が少ないので、そういう意味ではどういう形でチームに貢献できるかっていうのがやっぱり注目されるでしょうね、うん、大塚のところはワンタッチ、ブロックアウトは高梨です。高梨は昨日からいいですよね、しっかりとあのブロック指先狙いながら奥って言ってますからね。そうですね、本当あのやっぱり厳しい状況でやっぱコートの外でスパイク決めるところがやっぱり印象的でしたね、昨日ね。そうですね、赤チームの方のリベロの小川、それから白チームの方の高梨はウルフドッグス名古屋、まあ、小川さんとはチームメイトでもあります。クロスに決めた清水、ディグのところに大竹がいます。これで両チームリベロがコート内にいます。サーバー清水です。しっかり上げた高橋蘭、クイック小野寺、清水が入った、福澤返して大竹が上げる、さらに高梨ワンタッチの後、ここはアンダーでつないだ小川、清水深いところ落ちています。山本は間に合ったんですけれどもってアピールしましたがなしで、この紅白戦はありましたっけ、チャレンジないですよね。今のないですね、はい、大きく返ったボール1本目やっぱり大竹選手が触るよりも今のだとやっぱり山本選手が積極的に行って触った方がやっぱりいいでしょうね。あの大きく福澤が返したところですね。そうですね、はい、まあ、大竹選手が取ることによってやっぱり一つの攻撃が減らされたってことになったので、うん、あれは持ってなかったですね、ちょっとね、まあ、攻撃枚数をしっかりと確保できるようなところをリベロもフォローしてあげたい、ね、はい、他はクロスに大竹が決めています。藤井がディグに入りました。でこれで清水の周りは小川が上げるよって体勢になっています。まあ、清水も来たら上げるんじゃないかと思いますが、福澤が上げてちょっと大きくなった小野寺、おっとちょっとヒヤッとしましたが最終的にコートの中に落としていきました。山本さん、大竹のサーブの時にはですね、はい、4枚入ってますね、レシーブ。そうですね、はい、で福澤選手がターゲットになってるんで、はい、もうちょっと小川選手がヘルプにカバーに行くといいかもしれないですね。あ、はいはい、清水選手ちょっと参加させてもいいかもしれないですね。ここでもうちょっと小川左に行って、そうですね、今のも取り行けそうですもんね。今これ大塚決めましたけれども、小川が上げることによって福山もバックアタックに入れる。そうですね、まあ、そこでやっぱり小川選手がたくさんリベロが取りに行くことによってやっぱりサーバーにもものすごいストレスがかかってきて、はい、そうなるとやっぱりミスのリスクっていうのも高まってくるんで、そうなるとやっぱりリベロとしてやっぱり効果的な仕事ができているということになるでしょうね。まあ、ボールに触らずして相手にプレッシャーがかけられる。そうですね、クイックで小野寺です。山本さん、今結構綺麗に決まりましたね。そうですね、いい速さですよね、まあ、昨日こういうシーンがあまり見られなかったんでね、ちょっと何か合わないなってのありましたよね。そうですね、やはり一番最初の攻撃というのはミドルのクイックになりますから、うん、そこがしっかりと合ってこないと世界と戦えませんから、そういうところもあの見られてるかもしれないですね、はい、まあ、サイドばかりだとちょっときついですもんね、はい、でオーバーで取った福澤クイック、お返し、もうここは鉄板のラインです。藤井と高橋健太郎、まあ、ここの、ね、ラインはしっかりと合っておかないと同じチームなので、そうですね、ダメですよね。ここは A に来ました、高橋健太郎、まあ、今シーズンは B クイックにも積極的に取り組んでました。でこれでサーブが高橋健太郎、前にリハク、今日は藤井リーがチームメイト、
ちょっと昨日もそうだったんですけど、なかなかうまくいかないんですよね、高橋のサーブも、うん、ここがやはり一つ課題ですよね。今のもあの少しかぶり気味なので、はいはい、もう少しトスを前にするのかジャンプを後ろにするのか考えて打った方がいいですよね、まあ、パワーはあるだけにですよね。そうですね。徹底して福澤狙い、ワンタッチはない。判定変わりました。今日の主審は服部篤さん、副審浅井忠義さんです。まあ、日本代表同士の紅白戦というのもあるので日本語で福澤はちょっとアピールをしてました。まあ、先ほどもちょっとありましたけれどもチャレンジはこの試合はありません。高梨を狙う、ちょっと崩れた。清水が上げた、大塚はアウトでワンタッチない。入ってる、オーバーコールになりました。昨日はこういうのあんまりなかったんですけど、初心の判断、まあアウトっぽかったけど、そう本当ですか、アウトっぽかったけど、アウトっぽかったです。最後リベロの山本も本当にって言ってましたけれども、でも山本さんこれぐらいでいいんですよね。まあ、いくら紅白戦とは言っても、はい、もう選手たちがこれだけ本気でやっているというのが伝わるというのは、う、ね、う選手間でも競争始まってるんだね、うん、小川が上げています。あと超えました、関田が1本目2できた。積極的に2で打ちに行きました高梨、はい、昨日も言いましたけども、このプレーに対して観客からどよめきがないんですよね。そうですね、もう当たり前の、もう当たり前ですからね、うん、けどプレーしてる側からすればこのプレーって実はどうしていいか分かんないですよね。まあ、トスブロック行った方がいいのかレシーブで上げた方がいいのかっていう、まだその効果的な解決策が見つかってないと思うんで、そうですね、ものすごい有効的ですね、うん、今のはね。お互いに今 S1 のローテーションです。ああもう清水をライトに回すっていう選択を最初からやりました、はい、チーム昨日は最初はまあフロントリフトにそのまま S1 なんでステイさせてたんですけど、こういう回す形、このサーブの狙いだとどうなんですかね。まあ、今リハクを取らしているので、はい、クイックをなくしたいというところで打っていったんですけども、はいはい、しっかりとうまく返しながらで入っていきましたよね、うん、なんであの辺りで本当に崩すのであればサイドの選手とリベロ の, ミドルの間あたりどちらが取るかわからないというようなところで打っていければもっと効果が出るかなと。そうですね、あとは清水選手の前に落としたりとかするのもいいかもしれないですね。そうですね、自分 の, そのアプローチ、清水選手がこうアプローチしている場所に対して打っていくっていう。さあ行こうぜ行こうぜ行こうぜ。小賀さん、ちょっと前にですね、はい、大竹がバックプレイヤーなんで打てない返す、はい、それを清水に拾わせたじゃないですか。あの選択っていうのは間違ってない、いいんですか、ね、そこはもうあれはそうですね、球のスピードだと、まあ、理想はやっぱりリベロがいければ一番いいでしょうけど、はいはい、まあ、ボール取れなくてやっぱり落としてもしゃあないんで、うん、たださっきちょっと言ったプレーに関しては時間があったので、その、はい、その時間があればリベロが取って大竹選手が、フリーで打ちに行くっていうことの方が良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、セオリーとしたら、ね、オポジットのところかセッターのところに返すのがセオリーなの で, そ, で、ね、はい、そこを頭に入れておくだけでも違うんですよね。違いますね、はい、上げた高梨、ライトから高橋ら、小川さん、高梨健太のサーブレシーブレセプションの力っていうのは今シーズンどう見てました。そうですね、まあ、リーグ当初はそこまでよくはなかったんですけど、あ、やっぱり実戦を重ねるにつれて、はいはい、うん、はい、非常に良くなってきたと思いますし、はい、本当今はチームの軸としてやってもらってるんで、うんうん、まあ、本当全日本でもぜひそのチームの中心としてやってほしいなと思いますね、はい、トスにした、高梨、藤井1本目、小川がつないだ、清水打てるぞ、打ってきた。こういうつなぎの精度っていうのも、まあ、もっともっと上げられる余地はあるんじゃないかと思います。ここはもう
ファンも驚きません。もう当たり前のプレーですね、これもね、はい、そうですね。最後はブロックアウトにしました清水。大塚が高橋藍を1枚で止めました。今のこのリベロが真ん中にいる状況でやっぱり今リー選手が真ん中のリベロに取らせてるんで、はい、あれはやっぱり、まあ、今たまたまブロックは止まりましたけど、やっぱり攻撃の選択肢はやっぱり 4つあるので、うん、そこはやっぱり効果的なサーブではなかったでしょうね。今の今だったら古賀さんどこに打たれたらやっぱ高梨選手の前であったりとか、はい、やっぱりその高橋選手、をやっぱり消すっていうに取らせて最低でも取らせて打たせるっていうふうな、はいはい、やっぱりストレスをかけていくのが一番いいんじゃないですかね、うん。まあ、前にいる前衛のアウトサイドヒッター1人を消すのか、あるいは高橋藍バックアタックも結構強烈なんでそこを消すのか。そうですね、もしくはまあミドルであったりとか、はいはいはい、まあ、誰か1人だけでも消したいところですね。そうですね、やっぱリベロがレセプションすることは攻撃参加を消すことにならないので、まあ、特に先ほどのローテーションだとってことですね。そうですね、特にリベロが真ん中のにいる状況っていうのはやっぱりそれは下げたいなと思いますね。特にジャンプフローターなんでね、コントロールできるからそこしっかりとやってほしいですよね、はいはい。でまたしっかりとブロックアウトにしました清水。でこれで今リベロの方は山本は今ライト側を守ります。大竹、この狙いはいいんですか古賀さん。先ほど今高梨がサーブレシーブやりましたけど、はい、もうそういうことになるでしょうね、はい、おそらく今赤チームのサーブの狙いは良かったんですけど、はい、やっぱりあの大竹選手の個人技のスキルが高かったのかなと思いますね、うん、やっぱりそのいいレセプションを返さないでやっぱりアウトサイドのにちゃんとブロックをつけるっていうような状況を作りたいと思うので、うん、そういう形にしっかりなってましたね今ね。でもどっちかしかないっていうところでね、そうですね、2枚使えたらスパイカーも多少ないとも決まっててもプレッシャー常に感じてるからね、はい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 、やっぱりミドルがないっていう状況を選択できるっていうのはブロッカーとかディフェンスする側においてはものすごい有利ですからね。有利だよね。ネットイン、小野寺が上げた、入れるぞ、おとりになった。こういう形をディフェンスする側は避けたいですよね。避けたい、はいはい、まああいう風になるともうブロック3枚だからね、攻撃4枚に対して、そうですよね、人数少ないですからね、はい、アドバンテージがやっぱ大きすぎますもんね。先ほどはちょっと止められた高橋藍でしたが、ここはしっかりとバックアタックを決めています。これで前に来ます。深いところを狙いました高梨健太。でも狙いどころいいんじゃないですか、しっかりとレベル外しながらね。まあ、ウルフドッグス名古屋だとこの人はいわゆる2番のアウトサイドヒッターの方ですが、今日もまあ5番の方に入ってます。そうですね、本当器用に何でもこなす選手なので、うん、はい、まあ、大学までもともとオポジットでしたからね。そうですね、転校して2年でこのプレーができるというのはやっぱり、福澤、いい切り返しですね。今の形はいいですよね、あの攻撃を2枚に絞った中でブロックレシーブの関係から切り返すというね。これでタイムアウトを白チームの方が取っています。で白チームは関田選手が前衛の時に、はい、おそらくブロックの攻撃の選択肢の一つは関田選手の上から攻めるということになると思うので、そこをどういうふうにそのコントロールしてディフェンスしてくるかというのはやっぱり鍵になってくるでしょうね。そうね、まあ、昨日とかも、ね、あのハイボールになればセッターが後ろに下がって、ね、はい、ミドルと逆サイドのアウトサイドで2枚飛ぶという風なシーンとかもありましたけど、はい、今みたいなちょっとコンビ組まれた時の、ね、はい、ブロックの付き方 と、 あとディフェンスの入り方だよ ね、 そうですね、関田選手の上から誰がディフェンスに入るのかっていうのはちょっと明確にしていきたいなと思いますね。結構細かく今ブランコーチはこちら白チームの方に指示を送っています。まあ、白チームの方にブランコーチ、赤チームの方につまがりコーチが入っています。3点差リードは赤チーム、高橋健太郎の先ほどいいサーブが来てました。
もう一つです。ヘッドイン、大塚が上げた、間に合った高橋健太郎、クロス、お、あれはスパイクを褒めるしかないですよ、はい、また赤チームもね、はい、前が今藤井君のところから攻められてるんでね、そうですね、はい、おそらくサーブが入ればこれは関田選手の上から攻めるっていうのが、まあ一般的な選択肢はあるでしょうから、あ、そうです、関田選手の上からですね、はい、それがセオリーだからね、そうですね、低いブロックからやっぱり攻めるっていうのはこうなってくるんですね。なので逆にこの3つのローテーションをいかにサイドアウトで切っていけるかっていうのも今後の、ね、課題になってくるかもしれないですね。はい、リハクに山内飛んで福澤のところに1枚になりました。これで清水前でサーブ、藤井、高梨健太が潰れて返す、ブロックアウト、清水、16対12、赤チーム4点リードでセカンドテクニカルタイムアウトです。赤チームは福澤選手、はい、白チームはおそらく高梨選手がチーム、サーブのターゲットになっていると思うので、そこをどういうふうにこうコントロールするかっていうのが、これから16点以降の点差でやっぱり重要になってくるかもしれないですね、スイッチしたりとかね、そうですね、はい、今結構藤井とリハクが細かく確認を取り合ってます。山内さんのこの辺から出てるの。結構ラインが辛い高いと思ってきたの。半分ぐらい山内さんの方にコミットするか。山内が前にいるんでそこに対してどういう守り方しようかコミットするか、それに対してリベロの側はいやそこまではいいですよ、そんな表情をしています。やっぱこの点数に現れているのがやっぱり赤チームはしっかりコミュニケーション取れてますね、はい、白チームはやっぱかけてる言葉がちょっと少ないなと思いますね。おそらくブランコーチあたりから指示は来てたんだと思いますが、それを踏まえた上でじゃあ自分たちどうしようかっていうのがもっとあってもいい。そうですね。今度は高橋藍が拾いました。大竹、今の決められましたけども、赤チームとしてはチームとしての作戦として、1回コミット飛んで両サイド1枚で勝負っていう形なので、これはチームとしてね割り切れる勝負のかけ方なんですよね。パワーすごいですね。パワーすごいね。本当に。で関田もハイブリッドサーブ打てます。清水ワンタッチなし。狙ってはいるんですけどねワンタッチはね。さてこれで関田、先ほどからそうでしたけれどもサーブに下がってますんで、なんとかこの関田が前にいるっていう3ローテーション回しました白チーム。奥、大塚が上げています。打てるか、よく返した。今の小川選手いいプレーでしたね。ああいうネット上にネットの上にボールがあるとものすごい点数って転がってるんで、やっぱり福澤選手もいろいろな処理しましたし、ただあれがトスが割れちゃうとどうしてもやっぱコントロールして相手に返さなきゃいけなくなっちゃうんで、相手にチャンスボールを与えることになっちゃうんで、今のはいいプレーだと思いますね、いい距離感、ネットとの近さもちょうど良い、いいボールを送ってたってことですね、はい、サーブで柳田を使います。でこれで、そのまま残んないで福澤と変わります。この赤チームの方がですから、2番ポジションの方に福澤がいて、5番ポジションの方に大塚がいます。ここ2人は逆でもやれるんじゃないかと思います。はい、その辺も試してるでしょうね、山本さん相手がサーブミスをやってくれた後に、はい、
まあ、正直なところを言うと本当は自分たちも付き合いたくはないわけですよね。そうですね、あの付き合い方も良くないんですよね。このネットに当たってミスが2本続いてるじゃないですか、はいはい、両チームともに、これってあのレシーバーからしたら何のプレッシャーもならないんですよ、うん、落ちてない、よくつなぎました。チャンスボールは白チームだ。真ん中高橋藍、赤チームの方の粘りも非常に良かったんですが、はい、ちょっと高橋健太郎が山内の方に引っ張られて戻ったけれども間に合わずという展開になりました。なんでこのスロットはいいと思いますよ、はい、しっかりとクイックとずれた場所にパイプ入ってますからね、福澤は消えたが高橋健太郎、山内が上げています。ライトに大竹ワンタッチブロック、小野寺と高梨で高橋健太郎のところをしっかりと止めました。さっきの赤のチームの状況だと、はい、大竹選手が打つタイミングでやっぱり清水選手3枚ブロック行った方がいいかもしれないですね。やっぱりハードワークにはなりますけど、やっぱり相手にはしっかりプレッシャーかかるんで、やはり行けるところはどんどん行った方がいいよね。そうですね、はい、今シーズンもブロック賞を取りました小野寺のブロックが決まっています。今度は小川が取りました。福澤を外しています。こういう状況を赤は作りたいですよね、はい、逆に言えば白チームはこれを避けたいですよね、はい、うまくでも今小川がねスイッチしながら取りましたからね、はい、広い範囲を取りに行ったと思うんで、はい、当たり前のように見えるけどやっぱりいいプレーですね。そうだね、まあ、派手なあのプレーが、まあ、すごく見えることもありますけれども、何らか上げたってのが実は大事だったりするんですね。そうですね、ワンタッチの後清水も粘りましたが外に落ちていきます。あの小川が話してたんですけど、小賀さんから、まあ、受けた影響というのは本当に大きいと話してましたね。あ、本当ですか。あの派手なプレーも大事かもしれないんだけれども、もう堅実にしっかりと難しいところをすってやるっていうのが大事、まあ、そういった姿勢を本当に学べた、まあ、本当にまあそばで戦えてよかったというコメントをしてました。そうですね、あの、はい、派手なプレーもやりたいんですけどね、やっぱ狙ってできるプレーでもないんで、はいはい、あとはやっぱチームに貢献していかないといけないので、あのなんとなくの印象ですけど、小川明治大学の時はもう全部もう自分が拾ってやるぐらいのもう何でもかんでも拾うぞっていうリベロだった印象があったんですけど、はい、まあ、それがだんだんあのまあ、それもあるけれども、ただ堅実にあのディグのフォーメーションとかその辺もしっかりやって、ほら来たっていう上げるのがだんだん増えた気がするんですよね。そうですね、はい、あの今もあの福澤選手にブロックのサインを出したりとかしてたんで、いろんな駆け引きをこうやっていこうっていうそういう姿勢はものすごい見えますね、まあ、自分がレシーブ入るところに、ね、打たせるようなところでブロック配置させてるのが、ね、ね、はい、どんどんそういう指示も必要だからね。ワンポイントのブロッカーで関田に代わって福山が入ります。昨日はなかなかこの人アタックで、まあ、目立つってところができませんでした、はい、これでですから前にブロック賞争いのワンツーがいます。小野寺と福山、今上げられればってのはあったと思いますが、もうちょっとでした高梨、ね、まあ、ただそのまでのサーブがダメでしたよね。やっぱそうですよね、はいはい、小川が上げてます。もう6番のリベロというところに打ってますから、はい、関田が戻った白チーム、まあ、6ってのはあのいわゆるゾーンのとこですね、真ん中のところですね、はい、はい、でもこの状況ですね、今の 赤チームのとこですね、はい、あ白チームの状況ですね、山本が今構えてるところですね、山本選手が真ん中にいるところですね、はい、で大事なのは白チームこの後、山内が前、小野寺がサーブに向かいます。小野寺もハイブリッドサーブ、基本はフローターですがジャンプサーブの強いのも打てます。オーバーで取った福澤、今のもおそらく福澤選手のオーバー、先ほどまでフローターサーブを打ってたんですけど、はい、あのスピンを今かけたところはおそらく福澤選手のフローターを一生懸命こう崩そうとした、まあ、工夫したプレーですよね。そうだね、はい、極力オーバーで取らせたくなかったんだけどね。そうですね、うん、
あれを逆にできないと今度アンダーで処理しなきゃいけなくなっちゃうんで。クッカブロックアウト。白チームの方のリベロの山本の守備範囲っていうのも結構広いと思うんですよ。はい、広いですね。はい、これで大竹が前、山内落ちてない。チャンスボール赤チーム、清水クロスはワンタッチない、アウトになっています。今のは厳しいところを言うと小川選手のパスがちょっと短かったですね。チャンスボール、あともう少し山があってもいいかなと思うんですね。これで同点となりました。赤チームの方がタイムアウトを取っています。悪いプレーではないんですけど、やっぱりよりよくできるベストなプレーではないですよね。ここですか。はい、ちょっとやっぱり藤井選手が動いてるんで、はい、うん、できればセッターが前に行けるようなね、そうですね、ここあったらいいけど後ろに下がっちゃったからね、はい、そのちょっとしたズレがおそらく白チームのブロックのこう駆け引きでワンテンポ早くブロックにつけて、結果的に清水選手がスパイクミスったっていう、うん、プレッシャーかけられてね。終盤ね、終盤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 、ここから大事よ。まあ、白チームの本当に守備の粘りもあって、まあ、最後山内が返してましたけれども、ここ簡単でボールが落ちなくなりましたよね、そうですね、はい、これを今藤井ちょっと戻ったんですけど、それをもともといたなんでしょう、スロットだと0ぐらいですか、そこに、まあ、残しておきたいしってことですよね。かそのもう少し前かですよね。はいはいはい、だとやっぱり上げやすいんでどこにも、うん、後ろだとやはり上げる場所は限られてしまうんだね、ディグニス関田、山本、今のはいい形でしたね、はい、白チームもやっぱり福澤選手をのスパイクを、まあ、消そうとして、でサーブで、はい、でまあ、清水選手に2枚打ったついたんですけど、まあ、清水選手の個人技で、まあ、サイドアウトが切れた、ね、そうですね。ちょっと20点以降の、ね、サーブミスが多いので、やはりこのオリンピックに向けてはこの20点以降が本当に勝負になりますから、はい、どれだけ厳しいところにいいサーブを打っていけるかなんですよね、はい、今の狙いってのはどうですか。狙っているところはいいんですけども、はい、やはりミスと結果的にミスになってますから、はい、そこの精度を上げるということが重要ですよね、うん、こちらはどうでしょう。高橋藍、小川が上げています。大塚つないでます。高梨は前に返してリハクが拾う。大塚、山本です。うんと返す。小川からレフト、大塚ブロック。両リベロの素晴らしいプレーが出ましたよね、はい、ちょっと戻っていくようなトスになってましたが、まず山本がディグで見せて、小川が攻撃でも見せました。いいトスでしたね、はい、山本選手のディグも良かったですね、はい、一枚ブロックってやっぱりディフェンス側としてはものすごい不利なんですけど、まあ、いいコースを読んで体に当ててあげましたね、はい、これで白チームにセットポイント、タイムアウトは赤チームです。いや、まあ、トスまで急にいけるか。小川もこの山本に関しては本当ディグのところでもすごく参考になるし、まあ、刺激を受ける選手の一人、まあ、そんな風に話をしてくれました。で、小川は、まあ、ウルフドッグス名古屋のリベロはみんなそうなんですけど、まあ、攻撃で本当に貢献のできるリベロが揃っているチームでもあります。まあ、リベロは本当ただレシーブするとかトス上げるだけではなくて、本当、はい、攻撃できる場面、要は精神的な部分で攻撃するところはたくさんありますからね、はい、その付加価値の部分をどれだけつけれるかっていうのが大事かもしれないですね、はい、崩す。福澤から清水、おっと落ちた。最後はブロックで仕留めました白チーム。
古賀さん、今小川と福澤が一緒に追いかけてたんですけど、はい、どうでしょうね、今どちらが取った方が良かったんですけど、どちらも間に合うとしたら、まだまた福澤が行った方がいいですよね。そうですね、はい、で福澤がまあ一つ厳しく言うんであれば、トス上げた後にサボってるんですよね、はい、そこですよね、うん、はい、本来であればブロックフォローに入らなきゃいけない、はい、で構えてなかったんで、あれそこも反応遅れたというところですよね。まだそういうところに結構ボールってくるんですよね。いますよね本当に、あっと思った瞬間にやっぱりボールって飛んでくること結構あるんで、何回も後悔しましたけどねボールが動いてる最中は油断できないよね。そうですね、はい、やっぱり何かした仕事があると思うんで、そこは見つけるべきでしょうね、はい、ということでまず第1セット白チームが取りました。ご覧いただいているのは東京オリンピックの、いわゆるグループプール分けのところです。日本はベネズエラ、カナダ、イタリア、ポーランド、イラン、まあ、この順番に当たっていくというプールです。逆のプールにはアルゼンチン、ブラジル、フランス、ロシア、チュニジア、アメリカ、まあ、それぞれのグループの上位4チームが決勝トーナメントラウンドに進出となります。まあ、6分の4といえば、まあ、そうなんですけれども、ただ相手が相手なので、そうですね、まあ、この流れを見ていくと、やはり初戦2戦目は必ず勝ちたい相手ですよね。はい、まあ、ランキング上は、まあ、先ほど見たところですと FIVB だと日本は9位なんですが、ベネズエラ33位、まあ、ここはちょっと全体の中だとランキングが低め、はい、でカナダ10位、イタリア7位、ポーランド2位、イラン8位。ただ、まあ、ランキングって何だったっけっていうので、まあ、結構世界と戦うとこんな順位なのになんでこんなに強いのってチームはもう特にヨーロッパ結構います。いますからね。でプール B の方ですと、アルゼンチンが5位、ブラジル1位、フランス6位、ロシア4位、チュニジア17位、アメリカ3位、まあ、どこが上がってきてもおかしくないよなという、まあ、そんなプールに A、B になっています。それから今回の紅白戦、紅白試合に招集されていない選手もご覧いただいています。石川祐希、富田翔馬、三浦健人、佐藤俊一郎、深津秀臣、それから、古賀さんの弟でもありますけれども古賀太一郎。古賀さんから見て太一郎選手のいいところってどんなところですか？そうですね、まずこの両リベロにはない経験、海外とやった経験というのがおそらく、はいはい、一番の強みだと思うんで、ポーランドで、はいはい、ポーランドであったりフランスであったり、フィンランドでやってますので、まあ、あとそのリベロとして の, その価値を高めた、海外で高めた選手の一人であると思うんで、うん、はい、まあ、その、まあ、古賀太一郎だったり、あとは本間隆太も、まあ、フランスで戦ってましたが今回メンバーには入らず。そうですね、日本のリベロは本当にレベルが高いですもんね。そうですね、本当海外から羨ましが、しらが、しがられる存在ですよね、うん、本当に。まあ、そういった、まあ、激しい争いの中で今回の紅白戦にはこの山本、それから先ほど映りましたが小川、まあ、この2人が呼ばれています。まあ、この後ネーションズリーグも先ほどちょっと予定で出ましたが、ネーションズリーグ